皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル。日本の希望っていうものを考える上において何が大切かといって、食い物のこと、食料の問題ほど大切なものはないと思います。この食料の自給率がいろんな人がいろんな計算をしておりますけれども、現実に世界で大きなトラブルが起こった時に日本に入ってくる肥料といったようなものまで考え合わせていった時に、日本人が自給できる割合というのはなんとわずか 9% しかない。言い換えれば、日本人の 91% は食料問題が世界中で大きな問題となった時に、食い物がなくて死ぬしかないという大変な状態に今なっているというお話を、前回東京大学大学院の特任教授であられます鈴木信弘先生からお話をお伺いしました。今回はその続きといたしまして、こちらにあります食料自給はなぜ下がったのかというそもそもの話からお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、本当にとんでもない状態。もう元々江戸時代までは鎖国してましたので、食料自給率 100% ですよね。それがまあ今人口が増えたからという言い方は必ずしもできないと思うんですが、とにもかくにも食料自給率が極端に低い、はい、世界でとびっきり低い、はい、なんでこんなことになっちゃったんでしょう。はい、おっしゃった通りですね。江戸時代は鎖国政策で自給率、当然 100% だったわけですね。はい、海外から物入らなくても、はい、日本はちゃんと国内の資源を循環させてね、はい、循環農業、循環経済を作り上げたわけですよ。でそれを決定的に壊されたのが、やはりアメリカの占領政策。戦後ですね、はい、アメリカはやはり日本がもう一度ね、強く戻ってきたら、これは大変なことになると、日本という国、民族が非常に優れてて、はい、強いっていうことは、本当によく分かったからですよね。はい、日本を絶対に立ち直らせてはいけないと、そのためには何を握るか、はい、それは食料だと、食い物だと。だから食い物を日本人が自分で賄えるようにしてはいけないと、はい、ちょうどアメリカではですね、膨大な余剰農産物が戦後、はい、生じてたわけですよね。その余った農産物を日本人に食べさせればいいじゃないかと、そして日本の農業は潰していけと、ということでですね、戦後すぐに、大豆や麦やトウモロコシの、関税を実質撤廃させられて、日本の伝統的な生産は壊滅しました。はい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 、それでね、一つアメリカにとって都合が悪かったのは米なんですよね。日本は米食べてると、でも米を食べられてしまうとアメリカのね、小麦が日本人の胃袋に入れられないからって言って、学者の回し物まで使われてですね、はい、米食うとバカになるって。あったあった、ね、僕なんか 米大好きですからそれでお前はバカだって子供の頃言われたことがある。そんなことを広められてね、はい、これで我々洗脳されたわけですよね。それでですね、食生活改善運動だなんてね、はい、言って全部 GHQ のお金だったわけだけど、それで結局米を食べないようにして、アメリカのパンやね、はい、だし粉や肉やね、はい、そういうものを食べるように食生活をそういうふうな洗脳政策で変えられたわけじゃないですか。はい、だから、はいはいはい、よく言うのがね、食生活変わっちゃったんだからね、日本の農地じゃ足りないから、はい、食料自給率なんて上げられないってみんな諦めたようなこと言うけど、誰がそうしたのかって、全部アメリカの占領政策、洗脳政策なわけでね。それによって我々はそのレールの上に乗せられて、食生活をアメリカに都合がいいように変えられて、はい、そして日本の農地ではそういう生産がね、間に合わないように、こうそういうふうにね、仕組まれてきたんだということで、なるほどなるほど、これが日本が自給率が下がってきたね、一番の大きな要因だということですね。でも先生、日本は形の上では少なくとも昭和27年の段階で主権を回復して独立国 に戻ることができたはずじゃないですか。はい、にもかかわらず、いまだにこの日本が占領されていた当時のアメリカの占領政策の延長線上にあって、GHQ が占領していた当時よりも今の方がさらにその占領状態がひどい状態になっている、はいはい、というの、これどうしてそんなことになっちゃうんですか。そうですね、一つはね、日本側もですね、このアメリカの戦略にうまくね、乗っかったわけですよ。ほう、経済政策ですね、経済産業省中心の経済政策、ね、はい、
私は農水省に15年おりましたんでね、農水省と経産省が経営の中でしてね、あいつら人間じゃねえと言い合ってましたけど、まあ農水省の方はまだ人がいいですよ、私がいたぐらいですからね。経産省の方々っていうのは優秀な方は確かに多いが、はい、ずる賢くて手が早い、あなんてこんなこと言ったら関係の方いらっしゃるかもしれませんがね、これは褒めてるんですからね。で彼ら考えたんですよ、アメリカ喜ばせればいいんだと、食料農業を生贄にしてね、はい、関税撤廃を受け入れて、その代わりに日本は自動車とかね、そういうものを売って儲けていくと、はい、それで食料なんていつでも金出しゃ安く輸入できるんだと、これが食料安全保障だというようなね、確かにそういうふうな経済政策を捉えてきましたよね。捉えてきましたね。というか多くの国民が今でもその考え方を持ってるんじゃないですかね、うん、食い物なんか世界中で安いものいっぱい売ってるんだから税出して買ってくればいいんだよ、そうそう、今の世界の食料危機、食料危機の深刻な状況をですね、私はクワトロショックと呼んでるんですけど、クワトロショック、まあ、クワトロなんて言わなくても4つと言えばいいだけなんですけどね、はい、コロナショックがね、あり、はい、中国の爆買いが今いかにすごいかですね、はい、こちらですね、クワトロショック、コロナ禍、はい、中国の爆買い、そう、これは本当にね、日本が買いに行ってももうね物残ってない、中国の方が高い価格で大量に買い付ける力がありますから、日本の主導権は奪われてきました。で何買ってるかっていうと、小麦に大豆にトウモロコシ、うん、牧草、魚粉、肉、魚も、あらゆるもの、あらゆるもの、はい、日本のですね酪農家の方がアメリカにね、はい、牧草買いに行ったら、うん、もうないんですよ、中国が先に買い占めちゃった、もうあらゆるものがそういうことになってきてる。それにですね、最近もう一つ大変なことが分かったのは、はい、中国は14億人の人口が1年半食べられるだけのですね備蓄をするということで、国内の増産だけでなくて世界中から穀物をまた買い占め始めたんです。14億人の1年半分ですからね、すごい量です、すごい量ですね。こうなってくるとね、もう本当に事態は改善するね、見込みがね、なくなってきてるっていうのがね、日本の備蓄ってどれだけあるか、米中心にせいぜい消費の 1.5 ヶ月分ですよ、ね、うんうん、こんな状況でね、自給率も実質 9.2% に近づいてて、備蓄もね、うん、1.5 ヶ月分しかなかったら、いざ、ね、物が止められたら、うん、止まったら、ね、本当に日本人あっという間に飢え死にしちゃいますよね。ですよね。だから備蓄というものをもうちょっと考えればいいわけですよね。うん、だって日本はね、米を今800万トン弱しか作ってません、はい、減反減反って、はいはい、でも日本の農業生産力って本当はすごい潜在生産力があるんですよね。うんうんうん、田んぼを全部使えばですね、はい、1200万トン以上できるんですよ。休耕地多いですもんね。そうなんです、はい、だからもっともっと農家の皆さんにね、頑張ってもらって増産してくれと、うんうん、その代わりそれはね、はい、政府がちゃんとね、いざという時のために備蓄するからね、ということで1年半とまではいかなくてもね、1年分ぐらい備蓄するぐらいね、しっかりと買って備えればいいわけですよね。でもそんな金どこにあるんだバカだれってね、財務省に言われておしまいなわけですよ、ね、それに1兆2兆かかるのがね、そんな金どうして出せるんだという話になって終わってしまうと。だから武器との関係で言うとね、はい、その飛びもしないようなね在庫処分のミサイル買うのに43兆円使うね、うん、お金があるんだったら、はい、その前にまずね、はい、いざという時に命を守るの国防というならば、はい、そのね一丁目一番地のね食料をちゃんと備蓄することに仮に2兆円かかったってね、うん、それがなぜ出せないのかっていうね、その順番を間違ってないかということですよね。不思議ですよね、うん、そこがね大きく問われてると。でそれだけもう海外に依存してしまって、しかもそれがねもう止まりつつあるようなね、さっきの中国の爆買いもそうですけども、ここに、ね、あるその紛争のリスクの高まりですよね、はい、ウクライナに中東に行くんだって、台湾有事もいつあるかみたいな話もしてるじゃないですか、はい、そうすると物流停止がトリプルパターン、そうそう、これがまたねまずもう食料が武器になってるってことですね、はい、ロシア、ベラルーシは敵には振らないっていうことをもう明確に示してきてるわけですよね。食い物なかったら飢え死にしちゃうから、うん、じゃもう言うこと聞かざるを得なくなってくる。つまりオスプレイよりもはるかに強力な武器っていうのはこれは分かりますよね。そうね、兵糧攻めするぞっていう話ですよね、はい、うん、それから、はい、ウクライナのようにね農業インフラの破壊ですよね、はい、世界の穀倉がもう潰されたわけですよ、ね、で一番深刻なのが今起こってるのが囲い込みですよ。インドみたいにですね、はい、世界で1、2の麦や米の
生産輸出がありますけど も、 もう外に売ってる場合じゃないと、はい、自国民を守るために防衛的に輸出を止めるっていう国はね、はい、今どんどん増えてきてるわけですよ、うんうんうん、だからこうなってきたらですね本当に、物がなかなか、もう日本にね持ってきてもらえなくなると、それから穀物も手に入らなくなってるから、うん、畜産の餌穀物ね、はい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 、餌が十分供給できなくて酪農畜産農家がもうね、餌がない、価格が2倍に上がるで、はい、うん、もうバタバタ倒産してるわけですよ。そして 99.4% を占めてる、その観光農業というかね、うんうん、化学肥料を使う農家が、うん、肥料が十分手に入らなくなって、もうこれからどうなるのかということになってきて、はい、日本の農業自体が本当にね深刻な状況を迎えてるわけですよね、だから江戸時代のように我々は地域の資源を循環してね、地域地域で共同体作って、うん、そこであの食べ物を作ってみんなで消費していくね、ローカル自給圏、こういう共同体があったわけですよね。そういうものをもう一回ねこうきちんと取り戻さないと、今本当にね、我々は大変な状況に置かれてるということなんですよね。なのに我々はまだね輸入がいつでも入ってくると、食料なんていつでもカナダ車買えるんだというふうな考え方が抜けてなくて、この国を呼んでですね、うんうんうん、国内で作るなんか高いじゃないか、ね、うんうん、コストかかるから輸入すればいいんだと、輸入先と仲良くすればいいとかね、あるいはね商社に頼んでね、はい、海外で日本向けの食料生産増やしてもらってね、うん、いつでも持ってくれるようにするのに投資しようとか言ってるわけですよ。だからそれは止まったらおしまいなんだって言ってるのに、うん、未だにねそういうふうな海外に依存するということを前提にしたこのマインドしかないというのがね非常に危機的な状況ですよね。石油止まったら船動かない、それ、うん、でシーレーンを海の道ですよね、うん、これ封鎖されたら石油があっても持ってくることができない、うん、そういう状況の中にあって、万々が一食料が補給できない状態になったら、うん、あんたたち責任取るのかって話ですよね、そうなんですよ、うん、そもそもその食料備蓄今 1.5ヶ月分ぐらいしかないっていう話ですけど、うん、江戸時代までの日本ってお米は2年分備蓄したんですよね、あ今年、生産されたお米は、うん、半分の5割は村で備蓄する、残りの半分は年貢としてお上に差し出す、うんうん、でお上は自分のところで、そのうちの8割を保管して、うん、2割は今度幕府の方に献上する、うん、で幕府は幕府でそれをまた取っておく、うん、で今年のお米は結局そうやって全部取っておくわけです、うん、で去年のお米も全部取っておくんです、うん、で3年経ったここ米は、うん、今度は武士の俸禄として俸禄米として給料として皆さんにお支払いする、あるいは何かこう堤防工事するのに人足さんが必要だということになると、うん、人足さんにじゃあそのお米を提供して賃金として払いましょうということで、うん、3年経ったここ米を使ってた、あでこの習慣って昭和44年まで残ってて、それまで標準価格米が販売されてましたけど、うん、あの標準価格米ってもともとここ米なんですよね、あだから新米と小米っていうのは食べるもんじゃなくて、うん、取っとくもんだと、うんうん、日本は天然の災害が多いから、うん、とにもかくにも2年分備蓄しておかなかったら、うん、危なくてしょうがないだろうっていう、この感覚があったはずなのに、あ昭和44年にこれが崩れて、うん、当時あの政府が備蓄していた小米と小米を大量に海洋投棄したっていうんで、うん、すごい社会問題になったことありましたよ ね、 ね、はい、いや本当だから日本はねもともとね今おっしゃってくださったようなね、うん、はい、いい仕組み持ってたわけですよね、あったんです、それがねいつの間にかね、こんな形でもうどんどんね生産も減らして、消費の 1.5 ヶ月分しかね、もうあの備蓄も、できないような状況にねしてしまったって、そういう農家の皆さんも考えてね、自分でもそうやって備蓄ねしてたし、そういう仕組みをね、はい、我々大事にしてきたんですよね、だからそういうことも含めて日本のねその良き、ね、伝統的なねその方法というものを我々はもう一回思い出さないとね、そんなことになってきてるっていうことですよね。今ねいろんなところでお話しさせていただいてるんですけど、うん、都っていうじゃないですか、うん、京の都、奈良の都、もともと日本語って一字一音一義で一音ごとに意味があった、うん、みっていうのは大切なんですよね、矢、うん、っていうのは屋根のある建物のこと、うん、で子って米蔵なんですよね、うん、だから神武天皇の建国の御事りに開き広める都を作るってあるのは、別に京の都とかそういう大都市作るという話ではなくて、本当にみんながどんな災害がやってきても大丈夫なように米蔵を作りましょう、大切な米蔵を作りましょう、でその米蔵に今運びたる若き蔵、今若い人たちがお米をね運び込んでくれている、民衆の心ってのは本当に素直だと、
この民衆が幸せに生きていくことができるために、うん、これからもしっかりと祭り事をやっていこうと、うん、これが日本の建国と御事通りにはあるわけですよね、うんうん、その時からちゃんとねそうやって日本はね、こうね、そう気づいてきた歴史があるんですからね。 それがこの、この物流停止トリプルパターン、うん、食料を武器にされちゃってもうおめんとこ売ってやんないぞって言われた瞬間に、いやいや申し訳ない、まあ、言うこと聞きますからって言わざるを得ない、うん、はい、結局もしドンパチが起こっちゃったら、うん、農地が破壊されるから、うん、だからその農業生産国自体も農業ができるかどうか分かんない状態になってしまう、うん、で日本は海上封鎖されたらもうそれもやっぱりダメになってしまう、うん、食料を囲い込まれちゃったらもう日本に食料を売ってくれるところがなくなっちゃうよって。それでもまだ輸入の方が安いよねという議論をして、しかも国民も国産のもの高いと、ね、うん、どうしても輸入の安い食料に手が出てしまうっていうね、うん、安いものには必ず訳があるんだと、うん、このことを消費者がしっかりと理解してくれればですね、はい、今こそ国内で頑張ってるね、うん、農家の皆さんと共にね、自分たちが支え合う仕組みを作って、うーん、それこそが子供たちの命を守り、はい、自分たちのね、はい、未来を作るんだっていうことね。 うちね孫は何人いますけどね、うん、孫たちがね、うーん、日本の政策がチャランポランで結果としてこの子たちが飢え死になるようなそんな未来がもしやってくるってことになったら、うん、もう許せないですよ、うん、本当に。その外国から安い値段で買ってくればいいじゃないかって言うんだけども、安いものにはやっぱり安いなりの理由があるわけですよね。それはそこが大問題だよね。そこが大問題だ、ね、安いものには必ず訳があると、そのことを知ればね、はい、もうちょっとみんなのね、はい、行動も変えられると。そこを変えて、はい、国内で頑張ってる農家を今支えない限り、うん、我々は、はい、もっともっと、病気が増えてね、はい、医療費がかさんで、うん、早く死ぬと。で、うん、いざとなったら食べるものなくなって餓死するというね。安い、外国のものは安いというけども、安いことにはやっぱりそこには裏がある、うん、はい、何かある。そこをじゃあ次回ですね、先生にぜひそのあたりを詳しくお話しいただこうと思います。はい、そうですね、はい、はい、まあ、とにかくもうゾッとするでしょこの現状。皆さん、やっぱりとにかく食い物、食料っていうものを我々日本の日本人の手に取り戻していきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうかね。それこそが日本の希望を築いていくということになると思うんです。ということで今回も先生、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。